次は恥骨の周りのリリースをかけていきます。恥骨には内転筋が付着していますし、恥骨の内部に行くと骨盤底筋が付着しているので、ここをリリースすることによって恥骨に付着している内転筋の可動域も変わるし、膜組織経由で骨盤底の方にも間接的に影響いくことがあり得ます。はい、今この方は側外になってますが、ワークする方を下にしてください。やりたい方向を側外の下側にしてください。そして上側の足を股関節90度屈曲にしておいてください。どうアクセスするかというと、内転筋からいってまず座骨結節にぶち当たりますね。そして恥骨歯の方に行きたいんですが、まあ、なんせこの辺りはデリケートな部分です、ね、男性器女性器があるので、最初は怖いなということがありますが、骨にいると大丈夫です。不快感はありません。ですが念のため、これを患者さんクライアントさんで試すときは、まず友達同士同僚同士で試して、本当に不快感ないのか、この正中男性器系女性器系に触れる可能性はないのかという安全性を確認してから、ぜひ実際の患者さんで試してください。座骨結節行きました。大事なのは骨伝いに行ってください。骨伝いに行くとこの真ん中に触れる可能性はありません。で、硬いところがありました。硬いところをどちらの方に行きにくいか、ね、チェックしてリリースをかけますが、これはあくまで大げさにやってます。デモンストレーションの都合上大げさにやっています。いいですか。でも本当はすごく細かい細かい動きです。着衣の上だしデリケートな部分なので、めちゃくちゃ動かすことはしない方がいいです。大事なのは座骨結節行きました、骨伝いに恥骨をたどっていきます。はい、この方の内転筋ここにあります。内転筋をたどって座骨結節に行きました。今僕はこの方の座骨結節に行きます。恥骨は前方向にあります。ですので必ず骨伝いにたどってください。骨伝いに行かないと正中に行ってしまいますし、患者さんは不快感不安感を感じます。骨伝いに恥骨を感じる。恥骨の方向は斜めに走行しているので、それに合うように斜め後方方向ですね、この方の上方後方方向に指を沿わしています。わかりますか。この指の位置が変わりましたね。そして硬いところを調べて、こっち側なのか前側なのか後方なのか、この方は前側方向に行きにくいのでリリースをかけます。リリースをかけるときも大事なのは骨伝いです。触診をするときもリリースをかけるときも必ず骨伝いにやってください。でないとこの真ん中男性器女性器にすごく近いので、まあ、不安感を感じたり、患者さんはその真ん中に触られているという不快感を感じるので、必ず骨伝いにやってください。以上です。ここは内転筋がありますし、その奥には骨盤底筋があるので非常に大事な場所です。